では最初に、アトラック代表の遠藤社長の方からですね、アンチドーピングの基礎ということで、ご説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ご紹介に預かりました株式会社アトラックの遠藤でございます。今日は多分ドーピングの話かなりマニアックなので、基礎の部分からゆるーくお話をしていきたいと思います。もし気になるところとかあれば都度言っていただければ、今回お時間かなりゆっくりいただいているので、脱線もいくらでもできますので、言っていただければと思います。自己紹介からさせていただきますと、私もともと国立病院に薬剤師をしており、国立精神神経センターっていうところで、神経性の難病だったりとか、転換とか、あとは精神系の病気のところとかをやってる国で、一番有名なところですね。なので、今でもちょっとつながりがあって、そこでも薬物乱用の話とか、そういったものを研究されてる先生と定期的にお会いするんですけど、今回もカナビジオールのことをいろいろ教えてもらってから、ご相談させていただいたりとかで、それでちょっと最新の知識とかっていう大麻系とかの、海外での状況だったり、そういうのも感じて、可能性も感じつつ、それで持田社長といろいろ意気投合して、今回お話をさせていただくという形になりました。病院には私2年ぐらいしか勤めていなくて、もともと病院で薬を渡す薬剤師をしていました。2002年とかだったんですけど、ただの薬渡す、自動販売機みたいな仕事をしてたんですね。でもやっぱりそれはそれですごく大事なんだけど、ちょっと違うのかなというので、自分で事業をしたいなっていうのがあって、まず最初やめました。で、私薬剤師の免許持ってたんで、自分で事業をするってなった時に、普通の薬局、調剤薬局で薬売るっていうのが一番やっぱ近かったんですね。これ遠藤さんですか？そうなんです。髪の毛あるんですが、今私の今やってる自分でやってる薬局なんですけど、最初は普通の町の薬局に行って、でのれん分けの形でちょっとチャンスがないかなっていうのをずっとやってました。で、なかなかチャンスが回ってこないのと、日々の生活もある、ちょっと悩みを抱えていた時代がありましたね。で、普通にこの頃、特に若かったんで、25とか6の頃なんで、まだまだ経験も知識もお金もなく、日々週6で町の薬局で働いて、その後夜勤でドラッグストアで働くとか、こういったことを、こういうドラッグストアで普通のお薬であったりとか、あとは健康食品やサプリメント、その他の生活用品とか、そういったものを夜も売るとか、そういうような過激な生活をしていました。なので、週の残業時間100時間以上みたいなのをやってたんですけど、で、こういうことをしている中で、今はもう薬剤師さんはだいぶ減ってきたんですけど、昔の薬剤師さんってやっぱりその自分の専門病院だったら病院の中のことしかわからない。で、町の薬屋さんだったらその自分たちの普段使ってる薬しか知らない。でも、自分がこうやって幅広くいろんなところで触れる中で、一般の方たちは薬剤師って薬とか健康食品、ある程度その知識があるんでしょって、全て知ってるんでしょっていう前提でお話をいただくので、それに応えられない状況っていうのはちょっと寂しいかなと思って一生懸命勉強してました。その中で、一般の薬剤師さんとかだと、サプリメントとか、効くなら薬になってるよとかっていう話が結構出てくることは多いんですが、私はそうではないということをいろいろこういったところで勉強させてもらって、で、それを今こうやって活かしていただいているというような状況です。で、そんなこと言ってても、結局一時期薬剤師は体調を崩したりとか、働きすぎてちょっと入院してしまったりとか、あとはちょっとやっぱりその受け身の、ただ薬をもらって渡すだけっていう生活に疲れてしまって、一時期こんな株のデイトレーダー、株とか FX のデイトレーダーもやってたんですね。で、当時はすごいレバレッジもかけれたし、いろいろ機関投資家とかシステムの方があんまり強くなかったんで、個人でも十分抜けたんですけど、結局薬剤師をやりながらこんなのもやってて、でもこれも1年ぐらいしかやらなかったんですけど、やっぱりその人に対してありが感謝の気持ちがなかなかこれって得られる仕事じゃなくて、やっぱりその自分の知識であったりとか技術を使って、いろんな方からありがとうって言われるような仕事をしたいなと。で、そんなことをしました。で、ここからまたちょっと今日は
時間ゆっくりならかなりあのエキサイティングな話をしますけど、その後ちょっとありがとう言われたすぎて大道芸人になってみたんですね。これも紙あるんですけど、私です。こんなんでこういうディアボロっていうコマを回して、でやっぱり薬剤師さんとかお医者さんとか専門の先生って人からなんか批判されるのすごく怖がるとか失敗をすごい恐れる方がすごい多いんですよ。でやっぱりその大道芸人ってそもそもそんなに批判されるほど見られてない、だから最初にこうやってやって失敗して下手くそとか言うとすごい嬉しいんですよ、見てもらえたんで。だからそういったところ、あとは当時結構コミュ障だったので、まあ、今もそうなんですけど、人とお話しするっていう中で、まあ、いかに話を聞いてもらうようにするかみたいな、そんなのをこうやってやってました。でやってたのは東京の立川の駅前でやっていて、結構警察の人とか仲良くなって、あの住所聞かれたりとか、お部屋に連れて行ってもらって指紋取られたりとか、まあ、そんなのをやってました。結構こういうのも今もたまにやったりとか、あとはこんなのバルーンアートとかも作ったりして、自分の薬局でバルーンアートをこうお客さんに配ったり、そんなのもちょっとすごい最初から脱線しまくりの変な話でした。まあこんなのをやるちょっと異質な薬剤師です。あちこちかたちということで、まあ一応私ですね、髪の毛大社さんに残りました。で、もともと千葉県の出身です。で、東京薬科大学という八王子の大学を出ています。で、一応薬剤師会の理事とか、まあそういうのもある。という感じなんで、本当に、あの、ふざけた話も全然、混ぜてお話をしていきたいなと思います。で、まあ、今日のお話、初めのところからですけど、まあドーピングとは何でしょうっていうような話ですね。で、まあドーピングって定義、非常に、あるようでないような曖昧なものなんですけど、基本的にはその薬を使って競技成績を上げるというものが大きなことになります。でもう一個、二つ目はその薬を使っていることを隠す行為、その二つが言われています。でドーピング、まあ、そもそも語源は何でしょうっていう話からすると、まあ、アフリカのカフィール族とかズール族とかいろんな説があるんですけど、基本的にはそのアフリカの原住民の方たちがお祭りの時とか、あの他の部族との戦争とかの時に使う薬の酒がドップっていう名前で、まあ、それが原因、あの語源の一つだったんじゃないかとか、あとはなんかオランダ語の濃いディッピングソースもドップっていうらしいんですけど、まあ、そういったところから由来になってるんじゃないかというふうに言われています。一応スポーツの方で使うようになったっていうのが1865年の、アムステルダムのなんか水泳教授で興奮剤を使ったっていうのが言われてます。で1886年、これは自転車で興奮剤を使った死亡事故が起きている。で調べるとトリメチルっていう成分で書かれてるんですけど、トリメチルってなんかちょっと表現的によくわからない化学の方だと不思議な、ただメチル基が ついてる何かっていうことなんですけど、まあ普通に考えると、まあ、一部いろいろ先生方と話し合って考えたと、まあ、トリメチル基酸チン、ですね、カフェインが最初使われたんじゃないかみたいなことをちょっと話になりました。あとは1868年からオリンピックで検査を開始するっていうふうになってまして、最初の頃は検査できなかった成分も、検査技術はないけどこの成分使われてるよねみたいなものもかなり多くリストとして上がってきます。それも検査分析について進化してくるにあたっていろいろ各種あの確認ができるようになってくるみたいなものになってます。で、まあ、ドーピングはなぜいけないのかっていう話ですね。今日もやってもいいっていう考え方もあります。まあ、一応ルールとしてなっているものに関してはまずスポーツの価値を損なうということですよね。とみんなが使えばいいじゃないっていう考えももちろんあるんですけど、今回のオリンピックなんかでも、まして昨日 あの東京マラソンでも日本新記録が出ましたみたいな話とか、世界新が出ましたっていう話になりますよね。
それってその時の大会の一番を決めるではなくて、過去の人たちとの戦いっていうものも同時に繰り広げられている。そこに対して薬を使う、許されてない薬を使うとか、ルールの枠組みを変えるっていう話になると、やはりその感動の価値が変わってしまう。なので、そこを維持するためにスポーツのところでは薬を使ってはいけないと。あとやはりルール上使ってはいけないってなっているものに関してやる、まあ、それはフェアプレー精神から外れますよね。あと薬に関してやはりかなり健康を害するものが非常に多い、まあ、それも理由の一つになる。であとはこっちに関してはまた後々区分ごとでお話をします。あとは社会悪、もう存在自体が悪、やってはいけないことをやるとか、あとはドーピングの中では覚醒剤とかもドーピングの禁止成分になっているんですけど、まあ、覚醒剤を使って、まあ、興奮作用があるからはいいんですけど、結局それを使ったところで競技成績がそんなに上がるわけではないっていうのもかなり多く入っています。でそれに関してなんでって言ったら、もうそういうものをスポーツ選手は使わない、なので、まあ、あなたたちも使っちゃいけませんという、要するにあのオリンピック、東京オリンピックが決まった時のプレゼンテーションって、日本人はドーピングをしない国ですっていうのをすごく強くアピールしたじゃないですか、まあ、今いろいろあって揉めてますけど、他のところで。なんでそれが出てきたのか、それが受け入れられたのかというと、やっぱりその IOC とかの方針として、そのスポーツを使ってお金儲けをしたい、まあ、もちろんあるんですけど、彼らはそれだけじゃなくて、そのスポーツを使って社会を良くしたい、世界を良くするために教育をしたいっていう意向もすごい強いんですね。なので、まあ、スポーツに力を入れる国、多くの発展途上国さんとか、まあ、そういったところでは変な薬に手を出さないとか、スポーツを不適切に使わない、まあ、そういった人たちが使わないものに関して、やはりあなたたちも使わない方がいいですよというようなことを伝えたい、まあ、そういった意向も強くあるわけですね。で、まあ、なぜドーピングをするのかという話なんですけど、まあ、ドーピングのメリットというと、まあ、もちろん強くなる、競技成績を上げることができる。で、なんで競技成績を上げたいのかというと、メダルのやっぱりその競技の結果の差がすごく大きい。で、日本だと金メダルとっても今回500万円で、銅で、銀で200万円で、銅で100万円でしたっけ、なんかその程度の報奨金しか出ない。なので日本ではあんまりドーピングする意味ってないんですよ。その代わり海外なんかだと、1回勝つと一生あの生活ができるとか、もしくは、まあ、携帯電話一生使えるとか、無料で使えるとか、いろんなあのメリットがある。でも日本に関してはスポーツで勝ってもそんなにメリットがないから、あんまりやらない。なので、やはりその1回だけのギャンブルで、結局勝った時に、勝ってバレなければ一生安泰して、安泰に暮らせる。もし勝てなかったら別に何の目も出ないまま、まあ、普通の生活に戻んなきゃいけない。でドーピングで失格になったとしても、まあ、普通の生活になるっていうのであれば、やっぱりやるっていうことが非常に大きなメリットになる場合が出てくるんですね。なのでツール・ド・フランスとか、あのウェイトリフティングとかボディビルとか、そういった系のがかなり薬を使うっていうのは、まあ、そういったところもありますし、そのメリットもあるし、あと周りがみんなやっているっていうのも、周りがみんなやってるっていう状況で自分がだけやらない、やはり上位に行けない状況になっている。ボディビルなんかが特にあのナチュラルって言って、薬を使わないでいけるところはこの辺までっていう、もう暗黙のルールに、ルールというかその認識みたいなものがあるみたいな。ドーピングも、まあ、ただ違反とかって言われるますけど、いろんなパターンがあります。やっぱりその尿とか血液検査で禁止物質が出てくるとか、まあ、異常値が出るっていうものは失格になるんですけど、例えば薬をも使っちゃいけない薬を持ってる、ステロイドを持ってるだけとか、そういうのでもなんで必要ないものを持ってるのということで失格になるっていうこともある、まあ、過去にもなんかホテルの遠征先のホテルのロッカールームで注射器が出てきて、でなんでその注射器が必要なんですかっていうのをちゃんと説明できなくて罰則みたいなものもあってもね。
とは検査の妨害っていうのも検査に関して、まあ、規定のルールがドーピング検査をまず呼ばれたら選手に肩叩かれてこれからドーピング検査をします。でじゃあこういうふうにあなたはこれからこういうふうにしてほしいんですけどみたいなところでいやちょっと記者会見があるので無理ですとかちょっと抜けますとか勝手にしてしまったりとか、まあ、そういうふうにすると、まあ、ルールを変えてしまうっていうので、まあ、その間に尿をすり替えたりとかそういうのができたりそういうことが起こるので検査の妨害として失格になったりします。あとはスパイクっていうのが、まあ、パラドーピングというんですけどこの前のカヌーでニュースになった人の飲み物とかに薬を混ぜるっていうのをスパイクと言います。これについてはまたちょっと後で説明をします。まあ、これは本当にスポーツマンシップにのっとらないものなので非常に処分が重いです。基本的にはもしこれが判明したら、永久の資格停止ということがほとんどです。まあ、日本でもドーピングの検査についていろいろな事例が起きてます。古いのなんかだと1984年に日本人オリンピックで失格になったことはないっていうなんかプレゼンテーションをしたんですけどオリンピックで興奮剤が出たことはあるんですね。それがこのバレーボールの時なんですけど加工糖に入ってる興奮剤の成分エフェドリンっていうのが原因で出たこと漢方だから安心ですよっていうふうな誤解があってそれで大丈夫ですって言ったら出てしまったというのはですね漢方だから安全っていう、まあ、まだ一部かなりそういう認識を持っている方はいます。逆風もあるんですけど薬だからよく効く薬だから怖いとかっていう誤解もかなりあってインフルエンザのタミフルとか、まあ、飲むと数時間でも熱が下がっちゃうんですけどそれをすごいすぐ熱下がるから強い薬だから絶対ドーピングだドーピングに引っかかると思って絶対飲まないっていう選手もいらっしゃっていや絶対大丈夫ですって言ってもいやでも効きすぎて怖いって言って飲めば週末の試合とかになんとか出れるのに、まあ、固くなに拒否された方がいらっしゃいます。私の経験にあとは2014年の時にベータ阻薬っていうのが気管支を広げて呼吸を楽にする薬ですね。それもドーピングで禁止されてるんですけど、まあ、それが選手から出てきたと。で、選手はもういつもかかりつけの先生にドーピング検査があるんで大丈夫な薬くださいっていうふうに相談をしていたんですけど、それでも薬が出てしまった。まあ、スポーツのドクター、お医者さんに関しては基本的には外科系、肘とか膝とかなんかそういう部位の調整とかはすごく得意なんですけど、まあ、薬に関しては非常に細かいものによくなってくるんでなかなかそこまで、まあ、完全に把握している先生はやっぱりいらっしゃらないですし油断するとやっぱ抜けることが多いという形になっています。あとはこれも2015年でマラソンですね。これも直前の合宿で鼻炎が出てそれで薬を町内局で買った時に薬局の窓口でドーピング検査があるんですけどっていう話をしたんですけど、まあ、その結果出てきた薬を飲んで失格になってしまったということになっています。まあ、それは多分私たちみたいな薬剤師がちゃんと対応できなかったのが問題になっていると思うんですけど、まあ、ここで何を言いたいかというと薬局の窓口でもちゃんとドーピングの相談をしていて自分は悪くない、まあ、もう悪くないじゃないですか選手はこれいいですよって言われて相談をして言われたものに関してでもこの選手はやっぱり失格になってしまうんですね。自分に対して非がないことを証明するっていうのは非常に難しい。で、その証明のレベルに関してもただ専門家に相談をしただけではちょっと通らなくなってなのでいろんな分析の結果であったりとか、まあ、専門家は自分自身でも選手自身でも調べたであったりとかその信頼に足る情報があったかどうかでそれをちゃんと表示選手側として裁判の時に提示できるかどうかそれが非常に重要になってくるわけです。なので今サプリメントの第三者認証であったりとかそういった問題が非常にニュースになるわけですね。で、まあ、ドーピングの禁止の成分についてちょっといろいろお話をしていきたいと思うんですけどドーピングの禁止成分というものはこの禁止表というものに入っています。
ここにあるんですけど、世界基準というものが表示されてまして、ドーピングは基本的に世界のどこでも、どの競技でも同じルールでやることが基本になります。なので、例えば LGC とか、まあ、海外での分析をやっているものが日本で通じるかどうかであったりとか、まあ、そういった議論もたまにあるんですが、基本的には全く同じルールでやってますので、日本 の, にあの公式の認証だけがいいという認識では多分ないことになる。で、ルールに関しては毎年変わります。なので、この禁止症というものは世界の薬の使用の状況だったりとか、新しい薬の開発とか、そういったもの、もしくは治療技術の進歩とか、そういったものに合わせてどんどん変わっていきます。で、現状14のセクションという大分類があって、その中で300品目以上のドーピング禁止物質が書かれている。一応なんで以上っていう曖昧な表記なのかっていうと、ドーピングの禁止症って全部明確に規定されてないんです。例えば、ステロイドの A という成分、A から Z までの成分が禁止ですってなったときに、まあ、昔はそう規定してたんですけど、じゃあ、ちょっと A に手を加えて 0.5 みたいな薬を作ろうってやったときに、0.5 は別の薬になってくるので、じゃあそれはドーピングで禁止されてないじゃないって言って、また次の年に 0.5 を禁止するってなったら、じゃあ次 B.5 を作ろうみたいな、いたちごっこがどんどん始まるということがある。なので、ドーピングの禁止を決定するときには、もうその A から Z までもステロイドの薬は全部ダメです。で、A から Z も書いてあるけど、これは例示ですみたいな形になるんですね。A から Z っぽい薬は禁止ですみたいな、すごい曖昧な書き方をされる。なので、結局、この薬が完全にドーピングで大丈夫かどうかとかっていう証明って非常に難しい。で、ルールに関しても、10年後の、検体は10年間保存されるんで、過去に振り返っても検査しますってやれると、その時に確信が持てなかった成分が後で出てきたりとか、こっち側の禁止症側の認識のズレとかも出てきたりします。それが出てきたのが、去年の1月ぐらいにあったジャマイカの金メダルが剥奪されるみたいな、ジャマイカのリレーの金メダルが剥奪されるみたいなのがあったと思うんですけど、あれは北京オリンピックの時に、ここにその例示として書かれていなかった、A から Z までに書かれてなかった薬が、後々3年後にその A から Z の例示に追加されたんですね。で、その後に10年前から10年前のものを遡って検査したら、それが含まれているという形になるので、まだ裁判中のはずですけど、結局、認識のしようがないみたいな形になってトラブルというわけですね。それが禁止されているかどうかは分からない。なので、まあ、私たちとしてはその時その時、まあ、ドーピングのサプリメントの相談とかもありますけど、その時にもし知り得た情報に関して常に提出できる準備をしていますし、まあ、その判断をしたという根拠に関しては確実にお渡しできるように対応はしています。で、まあ、個別のものに関してはこういう感じなんですけど、まずもう本当に 0.5 とかの以前の前に、まあ、よくわからないものはダメだよみたいな縛りに人体の使用が承認されてないというものは、本当に多分国絡みで開発をしているものであったりとか、もしくは動物用医薬品であったりとか、まあ、人間に対して使うデータが取れていないものとか、まあ、そういったものが禁止されるよという形の話になっています。まあ、ここは現実的な話ではないので、他の現実的な話からすると、ステロイド薬ですね。俗に言うステロイド、筋肉をムキムキにする薬です。基本的には男性ホルモンの誘導体がほとんどです。で、まあ、意図的な使用、ボディビルとか、まあ、いろんな競技でやっぱり筋肉多い方が有利なので、使われることは非常に多いです。で、これに関してはやっぱりサプリメントとか、あとは肉とか、食事中に問題が、混入する問題とかが非常に出ている。さっきは持田さんからちょっとお話しさせていただいたんですけど、やっぱりサプリメントの中にも、まあ、意図的か意図的じゃないかわからないけれどもステロイドが混ざってたりするとか結構ある。やっぱり効き目、特に海外なんかだと製品を選ぶときの今の日本もそうですが、やっぱりその製品の体感、効き目の部分でやっぱり優位さがあるようなものっていうものはやはり売れやすいんじゃないか。その中でやっぱり割れないように、その
ステロイドを入れることによって、まあ、そこをちょっとブーストするみたいなことをしてる人もいるんじゃないかみたいなことをやったりとか、そういったことの話。あとはやっぱりステロイド系はかなり副作用が強い。男性の場合だと、まあ、かなりムキムキになるんですけど、まあ、ムキムキになると同時に体の女性化が起こるんですね。男性ホルモンって代謝されると女性ホルモンになって体から出ていくんで、男性ホルモンを入れれば入れるほど体の女性ホルモンが増えてしまう。なので、まあ、女性化が起こると、まあ、女性の場合は逆に男性化が起こると、そういった状況になってきたりします。で、ドイツの選手なんかだと、女子砲丸投げの選手、アンドレアス・クリーダーさんっていう人がいるんですけど、その方が、まあ、ステロイドとか使用ノウハウがなかった時代に大量に薬をもらえてしまって、で、まあ、体がどんどん男性化していったのと同時に、ステロイドの副作用で性格の変化とかもあるんですね。でそれでもうなんか女性としての性格ではなくなってしまって、男性としての性格になってしまうということで、あの性転換手術をした、でもう女性を捨てて男性として生きるようになったっていう方もいらっしゃる、まあ、そのぐらいものすごい成分の薬。あとはペプチドホルモンっていうものがステロイドとかではなくて、体の中にある、はい、そのホルモンっていう体の活動に影響を与えられる薬ですね。とまあ、エリスロポエチンっていうのが結構有名なんですけど、腎臓から出てくる赤血球を増やす薬成分ですね。これはあのツール・ド・フランスのランス・アームストロングツール・ド・フランス7連覇した英雄が使っていたって言われているもので、赤血球を増やす作用がある。赤血球を増やすと自転車だとすごく、まあ、持久系の競技なんで、特にランスさんとかは山登りがすごい得意、持久力すごいよっていうような形のものであったりとか、まあ、そういったもので有利に働いたりとか、あとはステロイドを体を成長させるのはステロイドだけではなくて、普通の成長ホルモン、人成長ホルモンとかもありますし、それ系のサプリメントなんかも最近かなりあると思います、まあ、そういったものも気にされていると。ここも今結構議論的に悩ましいところがあって、いろんな植物系の素材とかなんかだと成長ホルモンを増やすようなものとかやっぱりかなりあると思うんですけど、そこに関してやはり明確な規定がないっていうものになっています。特にあの植物系のものだと日常の食事の中にも入ってたりするものもかなり多いので、そこに関して大丈夫ですっていう答えるのは非常にやはり難しいところになっている。で、どこからがこのホルモンの放出因子とか調整因子だっていうような認識がやっぱり非常にないのと、まあ、そこのノートの規定があったとしても、どこからがそれが禁止なのかという明確なノートの規定もないんですよね。なのでやはり私たちもこういう相談に関しては、日常の生活で入るレベルのものであれば悪意の証明はやはりできないので、大丈夫じゃないですかというか、まあ、大丈夫だと私は判断しますというような形で回答させていただくことがほとんどです。で、まあ、どれももともと体の中に入っていたりとか、あと日常生活で摂取する可能性があるものとかっていうものになってくるので、検査で見つけるのは非常に難しくなってますね。なのでいろんな検査の方ではもともと見つけられなかったので、ツール・ド・フランスの中で見つかるのにすごく時間がかかったわけです。で今見つける技術も確立してきているので、それに関してはまた後ほどお話をします。あとはベータ2作用薬というのが気管支を広げて呼吸を楽にする薬ですね。あの結構スポーツ選手で使ってたりするのが多くて、まあ、今回、まあ、冬のオリンピック平昌でしたけど、昔スケートでスピードスケートで清水博康選手って覚えてますかね、北海道もすごい足太くて金メダルいっぱい取った、あの人もあの喘息のあるアスリートとして非常に有名で、彼はこういう薬を使いながらスポーツをして、まあ、ちゃんとスポーツ選手でもまあ、ちゃんと喘息の治療をしようと、でそれに関してもスポーツの方でも正しい薬はちゃんと使えばちゃんと競技成績を上げることができる、その代わりちゃんとしたルールが必要だよとか、そういうのを一生懸命啓蒙されていた方ですね。
で今いくつか使える薬があります。で例外的に、まあ、あくまでもこれは例外的な薬になっていて、これ以外に関しては基本的には使えないという形になっています。こちらに関してはあの我々の薬剤師のとかスポーツドクターに相談されると、まあ、困った時には出てくると思います。で今結構問題になっているのがヒゲナンっていう成分ですね。あの南天とかあとは長寿クローブとかに入っている成分になります。で2016年にヨーロッパのサッカーリーグの選手がこれが原因で失格の扱いを受けたことがあって、結局こんな、まあ、南天に関しては日本ではあるんですけど、まあ、クローブなんていくらでも食事で使うわけですよね。でこれが出たから失格って言われる、やはりその非常にみんなびっくりしたところ、これもさっきの A から Z みたいなベージュの中にも入ってなくて、まあ、ベータサイアカー禁止です例えばっていうのが書いてあるわけですけど、そこに例示されてなくて急に失格だって言われて、やっぱり非常に混乱したわけですね。誰もそれを防ぎようがないし、じゃあ悪意の証明をし、悪意がないことの証明をしてくださいと言われても、そんな検査の前の日何食べたかなんて記録残してないですよね。選手に関してはかなり意識の高い選手に関しては毎食、まあ、栄養指導の関係もあって毎食写真撮ったりしますけど、やはりかなり証明は難しいところなんです。なので、まあ、今のところ、まあ、常識的な範囲で考えるしかないっていうのは、まあ、ルール、暗黙のルールとかそういった形を我々も動かざるを得ないっていう状況になっています。であとはホルモン調節薬っていうのは、さっきのこれいくつか使い方があるんですが、さっきの男性ホルモンの話からすると、男性ホルモンをいっぱい作ると重くなると女性ホルモンになっていくっていうことがありますよね。だからその女性ホルモンになるための変換、あの変えるための酵素を阻害し、あのやっつけてしまう、効かなくするっていうふうにすると、男性ホルモンは増えるけど女性ホルモンは減らない、あ、女性ホルモンは増えないっていう状況になる。そうすると副作用が出にくくなります。なのでそういうふうな形の使い方をするのがまず一つと、あとは人間の体の中でこの天秤、男性ホルモンと女性ホルモンの天秤が、結局男性ホルモンが増えたら女性ホルモンも増えるっていうのは、ここの天秤を釣り合わせようとする作用が体の中に備わっているので、じゃあこれ女性ホルモンを減らす薬なんですけど、女性ホルモンを減らしたら女性ホルモンを作るには男性ホルモンから作るしかないので、人間の体は男性ホルモンを増やして女性ホルモンを増やすように一生懸命やろうとするわけですね。そうすると、まあ、相対的に自分の男性ホルモンが増えるので、その自分の中にある成分でドーピングに引っかからないように増やすみたいなことも昔やられていて、それの影響もある。あとはまあ、そっち以外にも他のホルモンとして、まあ、代謝系だとインスリンを使うと筋肉増やすとか、アメルドニウムっていうのはあのマリア・シャラポワさんが使ってたって言われるような、あの心臓の力を強くするような薬という形ですね。これもちょっと後でまた別でお話をします。こんなのもある。で、あとは利尿薬、最初にお話ししたドーピングで自分のドーピングをしていることを隠す薬っていうものがあります。まず利尿薬っていうものがドーピング検査っておしっことやるわけなんですけど、おしっこをよく出す薬を使って飲んで水をいっぱい出せばどんどん薄まってきますよね。なので禁止されているという形。例えば昔の、私自転車が好きでずっと自転車乗ってるんですけど、昔のツール・ド・フランスとかそういうので山登るじゃないですか。山登った瞬間にみんな頭からボトルで水をかぶるんですね。でそうすると、なんあれはなんでなんだっていうので、まあ、暑いからとかっていう話もあるんですけど、まあ、本当かどうかわかんないですけど、そこで一緒におしっこをして水で流してどんどんその試合中にも薄めるっていう作業をしているみたいな、そんな話が出てくるぐらいのやっぱりものがあったわけです。でこれに関してもちょっとこの前ニュース、日本人もなんかドーピングの炭酸脱水酵素阻害薬が出たっていうのもありますけど、これもまた後で説明をします。
の薬ですね。ハゲの薬を飲むと、一応生えてるんですけど、ハゲの薬を飲むと、その、あれって男性ホルモンが変わるのを防ぐ薬、男性ホルモンがいろいろ形を変えて出てくるんですけど、それを特定の場所を止める薬になってます。で、それを飲むっていうことをすると、その男性ホルモンの値が下げることができるんですね。検査のうち一つの特定の男性ホルモンの種類を。なので、そうするとそれを使っていたっていうことによって、その男性ホルモンの使用を隠すことができるみたいな考えがあったんですね。今は分析手法が確立して、それはできるようになっているので、失格にはならないんですが、まあ、そういった意味での隠す薬っていうのは、あとは隠すだけではなくて、利尿薬は、耐久性の競技、柔道とかボクシングとか、その時に、試合前にいっぱい体から水分を出して、脱水の死ぬ寸前まで水を出して、その後、経口補水液とか、そういったもので水分を一気に補充して、体重を戻すということをすると、軽量の時は、本来、もう一個上の階級で戦わなければいけなかったのに、一時的に、その、水を絞り出すことによって有利な階級で戦うことができるようになったりする。それも不公平ではないかということで禁止されたりします。であとは最近いろいろニュースになっているのが自己血輸血とかって血液の血液ドーピングと呼ばれるもの。自己血輸血っていうのはいろいろな手法なんですけど、結局今までの話の流れから体の中になかったものを使って足すことで、その足してる薬を探すことでドーピング検査ができるわけなんですけど、自分の血を一回抜いて保管しておいて自分の血を体に戻すだと一切自分の他の成分が入ってない状況になるわけですよね。完全に自分の体の中だけで完結をしているので非常に見つけにくい。で、自分の血を入れるメリットとしては、赤血球を増やすことができたりと、そうすると持久系の競技だと有利に働くことができます。見つからないですし、そういったことになってます。これもでも分析は今はできるように、ある程度できるようにはなっているので、少しずつ見つかるようにはなってきてますが、なかなか難しいところだと思います。あとよくある相談の中で、酸素カプセルとか、ベッカムが使ってた高圧酸素のカプセルの中に入るとか、そういったことに関しては禁止されていない。と、高地トレーニングとかも結構よくあると思うんですけど、ああいったものに関しても、基本的に外から使うものに関しては禁止されないというような形です。操作とか尿のすり替えとかは禁止されてますよっていうような形の話ですね。尿をすり替える技に関してもいろんなやり方があってですね、ロシアがやってたみたいなすり替えもありますし、他のすり替え方法もちょっといろいろあるので、これも面白いんで後で終わり眠くなる頃にまた別の話をします。あとは尿の解説とか人工尿を作るとか、あとは尿に薬を入れるとか、そういったことも禁止されますというのもありますし、あとは点滴をするっていうのも、これもよくある話になってますね。静脈注射とかは禁止されているという話です。こっちの業界だとあんまり関係ないです。で、結構競技場で熱中症で倒れたりするっていう時もありますが、これも非常に問題になっていて、じゃあこれどうなんでしょうっていうのは、入院でもないし、床手術でもないし、臨床検査でもないんで、基本的にはダメっていうような会社。解説では、救急搬送されている救急車の中は病院と同じ扱いという認識になっているので、今もその認識でいいと思うんですけど、競技場のロッカールームだったりとか、あとは、ホテルですね、遠征先のホテルで点滴をしたりする場合に関して、非常にトラブルが起きやすくなっているので、こういったものに関しても、特に日本でも、J リーグの選手が
これで冤罪で捕まったとか失格になってトラブルになったこともかなり大きくありますので、非常に注意が必要になってきます。これは、はい、静脈注射する中の薬剤じゃなくて、その行為自体がダメってことですか、ね、そうです。行為自体がダメ。だから生理食塩水、普通のこれでも失格になるという形になります。であとは今噂になっているのが遺伝子ドーピングですね。最近今度どんどん主流になってくるんじゃないかって今言われてます。いろいろ細かいこと書いてあるんですけど、結局体の中に新しい他の遺伝子を入れるっていう作業をするっていうこと、遺伝子を入れるっていうのは非常に見つけにくいで、化学物質を入れるわけではないので非常に見つけにくいですし、入れるに関してもそんなに今の技術だと難しくないっていう形になります。でどのぐらい効果があるのかとか、どういったのがあるのかとか話なんですけど、ちょっと完全な遺伝子ドーピングではないんですけど、例としてこれ牛がいるんですけど、このムキムキの牛なんですけど、ミオスタチンっていう筋肉を破壊する酵素が出ないように遺伝子操作をされた牛なんですね。筋肉、例えば私たちの筋肉が成長するときってトレーニングをして一回筋肉が壊れて、でまた戻るときに前よりも強くなるっていう風な流れで少しずつ段階を追って強くなっていくじゃないですか。でその筋肉を破壊する酵素がないと筋肉が壊れない、でもトレーニングして、ね、筋肉がついていくみたいな形になっていくわけですね。そうすると筋肉がどんどん体ができてくるっていう状況になって、実際これはもうあの受精卵の状態からコントロールしている牛ですけど、人間に関しても腕だけこういう酵素を出ないように導入するであったりとか、そういったことは基本的に、まあ、実現可能である、ね、今はこれに関してもオリンピックでは一応分析できるっていうことになってきています。その血液検査でその遺伝子のかけらを見つけると、その筋肉をつきやすくする遺伝子のかけらを見つけるであったりとか、そういう手法っぽいんですけど、やはりその検査手法に関しては基本的にはすべては公開されないので言ってますが、まあ、こういった遺伝子を使うドーピングっていうものがこれから主流になってくるんじゃないかなと議論されて、あとは興奮薬がよくあるものですね。覚醒剤であったりとか、あとはメチルヘキサンアミンなんかがサプリメント業界だと有名だったりすると思う。広島の、サンフレッチェ広島の選手がこれで失格、意図的ではなくて混入していたもので失格になってしまったとか、あとは成分としてはゼラニウムの油に入っていたりとか、そういったものがある。あとはエヘドリンなんかもドーピングでよく混入される物質で、まあ、さっきの漢方のマオの問題であったりとか、マオって言われですね、カポン糖の成分であったりとかあって、でストリキニーネっていうのも胃薬とかで使うコミカっていう生薬を使うんですけど、結局ここら辺ってすごい食品にコンタミネーションしちゃうんですよ。我々もサプリメントの分析のお手伝いとかもさせていただくんですけど、調べると結構出てくるんですね。なんで入るのかっていうのを考えると、サプリメントの多くって天然系のものじゃないですか。なので、まあ、植物由来のものを栽培して乾燥させ、収穫して乾燥させて粉砕をして抽出をしてっていう流れの中で、やっぱり粉砕の時に粉砕屋さんにお願いするわけですよね。自社で粉砕機を持っているわけではない場合がほとんどですので、でじゃあその粉砕機をやってる粉砕屋さん、持ってる粉砕屋さんが毎回ちゃんと工事のレベルで粉砕のたびに洗浄してるかって言われると、やはりそこはノーなことが非常に多いで、やはりそこで前の入っていた成分が出てくるとかっていうことが出てくることが非常に多くて、全然関係ない成分からエドリンが出てくるとかっていうものも結構あります。なので、まあ、ここで、まあ、やはりその自分がもともと飲んでいるものの使
っている製品に関してやっぱり定期的な分析を受けていて、で、まあ、そのヘドリの混入に関して本当に意図でしてない、あの意図してないものであり、また避けられないものであったということの証明ができるかどうかというのが非常に重要になってきます。でサンフレッチェの選手の場合に関しては、あの自分で製品を提出したりとか、周りの飲んでいた選手みんな飲んでいて一人だけ出てしまう、で自分が持っているものを、自分の手元に残っていたものを分析にかけて、そこに入っていた、そのロットだけ入っていたことが証明されたというのがあるので、やはり避けられない事態だったということが分かった結果、処分は検跡処分、厳重注意で終わったんですね。やはり選手を守るためには、その確認という作業とその証拠作りというのは非常に重要になってきます。で、この時はその明確な証拠というものは、書類とかそういったものではあまり強くなかったんですけど、まあ、それでも通ったという状況で、まあ、今これから今議論されているところに関しては、そこの証拠作りに一定のラインの基準が必要だろうということが、今ジャダさんとか、あの他の第三者認証とかやられている機関さんとかとで話し合われているようです。もうすぐそのニュースが出るかと思います。あとは麻薬系ですね。麻薬系もやはり禁止されています。で痛みで、激しい痛みで使う場合に関しては、幻覚であったりとか興奮作用が出ることっていうものは非常に少ないんですね。やっぱりガンとかそういう強い痛みとかでももちろん使うので、まあ、選手のスポーツの怪我でも強い痛みであれば使うことに関しては悪影響が出ることは少ないとは思うんですが、やはりそういう状況でスポーツをすることっていうことが、そもそもそのスポーツ選手として対していいことであるのかっていう話と、まあ、あとは、まあ、そもそも麻薬自体の乱用の話であったりとか、そういったところでも議論がされるので、やはり、まあ、これはドーピングで禁止されている物質として規定される。で、あとは噂のカンナビノイドですね。一応天然カンナビノイド、合成カンナビノイド禁止という形になっています。日本でもやっぱり結構カンナビノイドでなるというニュースは時々出てきます。昔だと B リーグです。バスケットボールのリーグで海外の選手が一緒にあの天然の葉っぱを持ってきていて、でそれを捨ていて出てしまったとかっていうのもあります。今回からはカンナビジオールが除外っていう形で明確に否定をされていて、ここのカンナビジオールは除外だけど、テトラヒドロカンナビノール、他のカンナビジオール以外のカンナビノイドがちゃんとないことは証明しないといけないというところになってくると思います。あとは糖質コルシコイド、医療でいう俗にステロイドですね。アトピーとか虫刺されとかで使うようなもの、これも結構やっぱりステロイドって名前で怖いって思われる方非常に多いんですけど、実際に関しては大抵の場合は使用できます。こういう禁止されている飲み薬であったりとか、そういったものもかなり多くあるので、これに関しては使えないという形になります。昔プロ野球で中日の井端選手が花粉症での薬で失格になったみたいなのがあったんです。その時は飲み薬を飲んでらっしゃったというところ。もともと炎症を抑える薬なんで、そんなにスポーツに対して有利に働くことはないと思うんですが、まあ、一応禁止されているところになってますね。なんか興奮作用があるんじゃないかとかいろいろ言われてるんですけど、ちょっとわからないのかな。で、あとはベータ遮断薬っていうのも一部の競技で禁止される。ドーピングの禁止薬っていうのは一年中24時間禁止されているものと、試合の時だけ禁止されるもの、あと特定の試合だけ、特定の競技だけ禁止されるものの3つに分かれるんですね。ステロイドとかの薬、筋肉をつきやすくする薬だと試合の前日に飲んでも別に意味がないので、これはずっと1年中使うわけです。なので1年中禁止っていうふうになりますし、興奮剤とかだと普段興奮して練習しててもあんまり意味がないなりますので、
試合の時だけ禁止されるものというふうに規定をされます。で、例えばゴルフとかだと、もうまさに最後の優勝決定のパットとかだと、いかにその自分の手の震え、興奮状態をいかに落ち着かせるかみたいな、そういう自分自身との戦いの部分で非常に強くなっているわけです。その時に手の震えを止める薬があると非常に有利に働きます。なのでそのベータ社会にとってはこの手の震えを止める作用がある。なのでゴルフであったりとか、あとはビリヤード、アーチェリー、射撃、そういう集中するような競技であったりとか、そういったものできます。その代わりなんかウェイトリフティングとかで興奮、震えを止める薬があっても別にあんまり関係がないので、そういったものでは別に使うのに関しては構わないというような形で。各カテゴリーの頭についてる S1、S2 とか P1 とかって、これは何のことなんですか？WADA の WADA の方ですね。具体的な S と M と P の、S は、あれです、英語の化学物質の、で M がメソッドなので、それぞれの頭文字で、あとは分類はこういう薬効効き目の分類みたいな形に、あとは監視プログラムっていうものもあって、今検査はするけど失格にならないよ、出たからって失格にはしないよっていう制度、効き目はあるけどそんなにみんな使う、その量で使わないでしょうみたいな話もですね。なのでやはりカフェインとかそういったものが非常に親しみがあるものになるのかなと。昔はカフェインで禁止物質だったっていうふうになっていて、いくつ以上出ると失格というのがあったんですが、今はいくつ出ても失格にはならないです。なのでレッドブルさんとかいろんな製品、エナジードリンク系のものとか、基本的にはそのカフェインとカトブドウと液糖とかそういったものになってくるんですけど、そういったものに関する相談とかに関しては、大丈夫ですよというふうにお答えすることが多いです。でニコチンも一応これもドーピングの禁止物質として規定されていて、よくルール上この出るけど失格にならないよっていうのがあまりよくわからなかったゴルファーさんとかは、すごいゴルファーさんタバコ吸う方が非常に多いので、そういった人たちが大きな声を上げられたりとか、そういったのがあったりします。で、なんでこれが存在するのかと、効き目は今のところ、ある程度あると。でも日常にいっぱい溢れていたりとか、悪意を持って使われることがあんまりないっていう状況になっている。警告なんですよね。カフェイン大丈夫だから、じゃあみんなでカフェイン使い出したら、じゃあカフェインまた規制するよっていうような警告で、もう私たちはそれを調査してますよっていうメッセージが。なのでシャラポワさんのあった先のメルドニウムとか、あれに関しても2015年からここの監視リストに入って、なんかロシアとか東欧の方で結構使ってるんでしょ、私たちはもうそれを把握してますよ、確認をしますよっていうので確認をした結果、やっぱりみんなすごい使ってるから2016年から禁止にします、明確に禁止しますっていう形でさっきのリスト入りをしたわけですね。ここで、よく知らなかったっていうのを彼女は言ってますけど、それで失格になってしまったというような形の流れを言ってます。で、ここはいろんなものが入れ替わったりして面白いところになります。で、一応禁止用の主なルールに関してお話をしました。で、2018年のところで変わった部分に関してはグリセロールが OK になった。明確に OK になりました。もともとグリセリンなんて油物を食べれば体の中でできますし、医療用としても大きく使われていますし、化粧品としてももちろん使用されます。であとはサプリメントとかの方だと、友人なんですけど、グリセリンローディングとか、グリセリンを使ってグリセリンと水分を体に同時に入れると水分の保持力が上がって、持久系の競技とかだと
そういったデータもあるんですけど、まあ、そういったものに関しても一応明確に OK ですよっていうような回答が出ました。あとは静脈注射に関しても、あの量がもともとは6時間で50ミリずつだったんですけど、まあ、12時間で100ミリ、まあ、大したものではないです。あと去年まではアルコールが禁止物質として入ってました。一部の競技、運転、自動車競技だったりとか、あとは、ボート系の競技とか、いろいろ運転するような感じの競技ではドーピングで禁止されたんですけど、もともとやる人いないよねという話になって、案を除外されました。あとはカナビジオールが今年から OK ですよっていうのが明確に記載されたと、まあここになってます。で、禁止薬に関しても禁止されてるけど使うことが絶対できませんということではないですね。と一応使える場合っていうのは3種類あって、要するに使用しないと重大な影響が出る、やらんと死にます、治療しないと死にますっていう状況で、他に選択肢がない、まあ、その治療法以外ない、で競技成績を上げない、まあ、この3つが、ま、守られているかどうかっていう話になります。なので、まあ、基本的にはイオンの方の状況ですね。サプリメントとか食品とかの方だとかなり難しいところになると思います。で、まあ、実際この状況をやらんと死ぬとかっていう状況になってくると、ほぼほぼ限られてくるので、基本的にこの申請が降りるっていう状況ってほとんどないんですね。よく薬の相談とかで風邪薬間違えて飲んじゃったんだけど、こういうので何とかしてくんない？相談も来るんですけど、風邪薬なんかだと別に風邪薬飲まなくても死なないですし、あとは他の選択肢、風邪薬でも使える薬ってかなりいっぱいあるので、じゃあその薬じゃなきゃいけなかった理由、他の薬だとアレルギーが出ますとかっていうのと、じゃあその証拠も全部用意しなきゃいけなくなってしまうので、実際問題こうそれをするのって非常に難しいんですね。なので例外的に使える場合とかっていうと、例えば慢性の関節リウマチとか、そういうので炎症を抑えるとか、もう抑えないとダメな人とか、あとは突発性難聴とかもたまに選手になる方、ストレス多いのでなる方いらっしゃるんですけど、そういった方だと例外的にすぐ薬使わないとドーピング聴力が戻ってこなくなっちゃうので、それっていうのは重大な影響が出るように該当したりします。突発性難聴なんかだと本来は30日前のリウマチとかそういったものだったらもうずっと使うことが分かっているので30日前なんですけど、もう本当の緊急の場合に関しては事故に薬使った後に通るっていう場合もあります。極めて稀なケースなんで、私も数回しか遭遇していないぐらいのものになるので結構難しいと思います。で、申請に関しても基本的には私たち薬剤師とか医者が通すものではなくて、選手本人がやるものなんです。選手本人がお医者さんのところに行って書いてもらって、この薬を使わなきゃいけない理由で、なぜこの薬をこの期間をこういうふうに使わなきゃいけないのかっていうのを書いてもらって、それをジャダに送って、でジャダから返事が来るっていうような形のルールになっています。で、まあ、ここにこのフローに30日間前後かかるっていう話になってますね。で、一応使えない薬はあれとして使える薬っていうのもありまして、探し方としてはこれ、薬剤師のためのアンチドーピングガイドブックっていう本が PDF で日本薬剤師会のホームページからダウンロードできて、スポーツ選手とかに話すときとか、一応薬剤師のためよってあるんですけど、結構情報幅広く載ってるんで、スポーツ選手に対しても一応私ご紹介することが多いです。あとはグローバル DRO っていうのが日本アンチドーピング、JADA が出している検索項目ですね。で、これに関しても一応公式のものなんで非常に便利です。とはいえ使うときになんか面積の規定があって、そのデータベースの間違いに関しては JADA は確認を取る責任を取りませんっていう形になっているので、やっぱり最初にお話した過去のルールに戻ルールを過去のところまで戻って
いじるとかっていうところに関してデータベースの間違いだったって言われた場合に反論ができないので非常に難しいことですね。まあ、これに関しての特定の成分の場合は私たちは画像で全部ちゃんと保存をして相談に関してこれ大丈夫ですよっていうような形で対応しています。また薬剤師会に関してもいろいろなホットラインとかを用意してたりするんですが、基本的にファックスでの相談とか時間がかかるのであまり便利なものではない。また漢方薬については、漢方薬、生薬、まあ、その辺のものに関してはやはり相談をしたときに薬剤師会とか公式のものに関しては天然成分に関しては基本的に正確、明確な回答をしないんですね。言い訳としては産地や収穫時期によって変わるっていうのがある。とはいえ絶対に禁止されている物質に関してはこういうふうに一部禁止されている物質が含まれているものでそのものに関しては書いてある、まあ、これも一部間違いというか薬理学的にずれているものもちょっとあるんですけど、例えば海クジンとかっていうのがオットセイのペニスなんですが、まあ、それに男性ホルモンが含まれているからダメ、需要競争の目的で使うとかっていうんですけど、沖縄とかだとヤギの睾丸とか食べるじゃないですか。で、ヤギの睾丸食べたらいけませんというルールはないんですね。実際食べてる人もいらっしゃいますし、まあ、そういったところでどっから大丈夫っていうのは結構やっぱりいい加減になっているのと、もともとのルールの規定がかなり曖昧なので、まあ、公的な機関っていうものは非常に警戒をするというのは、あとは、ね、昨日のマラソンなんかでも、よくありますけど、コムラガエル起こしちゃう、でその選手に対して、芍薬甘草糖という漢方が有名なんですけど、芍薬も甘草も禁止物質を含むものではないんですけど、その含まない証明、悪魔の証明ができないので、公式ではいいよとは言わない、でもみんな飲んでるというような状況になって、非常に難しい。あとはうっかりドーピングっていうものが、まあ、私たち薬剤師がよくサポートに食べるやつなんですけど、意図しない禁止物質を取る、まあ、風邪薬とか本当にうっかりドーピングで引っかかってしまうというものが出てきています。で、まあ、よくあるものに関しては風邪薬であったりとか、まあ、花粉症の薬であったりとか、だからサプリメントなんかもよくそれに含まれるもので、これがさっきのサンフレッチェの選手のものですね。サプリメントなんかに含まれているとこういうふうになってます。失格になってしまう可能性がある。でこれは本当に避けれないものだったんでどうしようもないんですが、でこの時って J リーグって一時サプリメント全面禁止になったじゃないですか。はい、なりました。あの後どうなったんですか。現状こう全面禁止の状況だけ、まあ、一応そのアナウンスは出てます。出てる。特にそれが消えてるという話は、あとは個人で頑張ってねって話ですか。そうですね、やっぱり JFA の関連チームのサポートとかも入ってるんですね。でそういうふうに言われますだね。だ結局いいか悪いかの話がやっぱりどうしてもできない。どうしてもっていうんだったら、なんか日本アンチドーピング機構公式のものだけ使えみたいな話になるっていうところで、まあ、サッカー協会もその話を結構してたんですけど、でもそれ全然現実的じゃないっていうことになっていて、やはりそこは結局いつも通りチューブラリンの曖昧なまま、禁止はするけど良きに計らえみたいな、自己責任でねみたいな状況になっちゃってます。いいですか。はい、さっきの漢方薬、はい、ことなんですけども、漢方薬の単位ではそうなんですけど、はい、合剤ですよね、はい、そうすると単位を組み合わせてやって効果を発揮するという、そういった場合と、それから難点が入ってましたけど、はい、それに、まあ、今盛んにその難点の飴、はい、その2点ちょっと教えてください。はい、組み合わせのものに関しては、はい、現状やはりよくわからないっていう形がやはり回答になってしまうと思います。それは薬理学的にもよくわからないっていうものが非常に多くてですね、例えば従前代法糖っていう、ご存知かもしれないですけど、需要競争の薬があるんですが、それって10種類の漢方が混ざるんですね。この中
需要競争効果がなくなっちゃうんですよ。でも、今だけ、でもその従前代ほとんどって需要競争強化って出てこないんですよね。だからそれを組み合わせた時に初めて出るものなのにっていう、そこってやっぱり薬の知識でも分かってないですし、今の医療の研究ではなぜそれが起きるのかが分かっていないですし、まあ、基本的にはそのドーピングの禁止成分とかに関してはそこですね、その、まあ、医療の情報がベースになっているので、やはり、まあ、何とも言えないよねという状況に。でも武士ですけど、はい、武士、はい、武士、禁止剤術部等とか、はい、そういったのもありますけれども、はいはい、ちょっと細かくなりますけれども、はいはい、そういった武士が入ってまして、はい、武士もヒゲ並み入ってます、はい、なので例えばその禁止剤術部等なんていう、はい、飲んだ場合、はい、実際問題としては何とも言えないがなっていて、結局ケシカ実部等を飲んだりすると、まあ、ナンテノダーマもそうですけど、ヒゲナミンが尿から出ることはあるんですけど、じゃあそのヒゲナミンがどこから来たのかっていう証明がやはりできないので、まあ、我々が例えばドーピングの禁止物質の相談を受けていて、いやケシカ実部等を飲んでいいですかって聞かれた時に、私たちがダメですよって言って飲んでいたら、それはそれでやっぱダメですし、ケシカ実物等経由で入っていた、私たちが間違えて飲んでもいいですよって言って飲んで出てしまった場合に関しても基本選手の責任になるので、でも結局その出たものが、いや日常の食品からいっぱい入っているんで、私は別に意図してないですし、そのなんかシナモンティーとかなんかホットワインとか飲むなとかって言われていないっていう主張をした場合に関しては、多分その どっちから入ったヒゲナミンなのかっていうのは証明は絶対できないので、やはりそこに関しては非常に何と言いますか、まあ、向こう側も言ってくることはないと思うんですよ、よほどの高濃度でないかと。で、物質に含まれるヒゲナミンの量も別にそれほど高いものではないので、そんな感じになると思います。ちょっとお答えになってるか分かんないですが。そはい。ノドアメの、はい、ナムサレンが入ってる、はい、ものっていうのはどうなんでしょう。やっぱり量が少ないから、はい、あまり問題ない。良い代わりかと聞かれたら、私たちダメですと答えるしかないんですけど、でも、実際、ナムサレンのノドアメを、まあ、普通の咳止めとか喉のあれの量で飲んで、飲んでというか舐めて、で、尿から出た成分に関して、成分の量でどうだって言われたときに、やはりなんか食事中に入っていたんじゃないのっていう主張をしたら通る可能性が極めて高いと思います。なので、まあ、そこに関してはあっちですね、協会側の方の見解にやはりなるので、やっぱ悩みますよね。そこ私たちもすごい悩んでいろいろ調べるんですけど、答えがない。結構数字がないんですよね。この濃度から先は失格にしますという数字ってどれもなくて、ルール上1分子でも出てきたら失格っていうルールにされちゃうんですよね。やっぱりそうしないと、じゃあここの濃度以下だったらいいよっていう話にすると、じゃあ試合の時にその濃度まで下げればいいんでしょうっていう逆算をして調整をするっていうことをしだしてしまうので、やはり絶対にもう必要のないものは取らないという基本姿勢からすると、その濃度を出すのは適切ではないっていうのが世界アンチドーピング機構側の考えなんです。まあ、そのせいで結局我々とか、まあ、皆さんすごく混乱をして困るわけです。実際どのくらいの食事を取って、例えばなヒゲナミンであればナンテノドアメの場合とか、じゃあなんかミートローフとかなんか肉系の量で使った場合とかで、どのぐらいの濃度が尿から出るのかという研究もやはりされてはいないので、そこの数字もないんですよね。まあ、私たちの場合はもしそういうトラブルがあった時に関しては、もうそこまでちゃんと戦おう、裁判で戦おうみたいな基本の方針でアプローチはしてますけど、そこまでいくことはやはり非常に稀だとは思います。難しいです。私たちもよくあるので、コンタクトは飲んでいいですかっていう質問って非常によく来る
風邪薬飲んでいいですかとかっていうので、コンタクトです言われるんですけど、コンタクトの何ですかって言って600ですで青いやつですって言われるんですよ。でもこうやって見ると、片方に関しては俗に言う禁止薬が入っていて、もう片方では禁止薬が入ってないっていうものが非常に多いんですね。ここのプラスとファーストの違いとか、本当にひどいのだと一文字違いだけとかのものがある。なので相談とかに関しては基本画像で相談を受けてもやってもらう感じにしています。画像であればこうやって明確に回答できますし、記録も残りますし、非常に便利だし信頼感もあるという状況になっています。とはいえどの選手がどの薬を使いたいかみたいな情報に関しては漏れると非常に国際問題まで発展する場合があるので、例えばサッカーの場合どこの選手がどっかの怪我をしているとかっていうのが分かると、それに合わせた戦術を相手側が組んでくるっていうことが起こり得るので、その情報に関しての秘匿っていうのは非常に重要なポイントになります。でもスポーツ選手からの直接の相談だと LINE とかで来る場合が多くて、なんか本当に文春に取り上げられたらどうしようっていろんなもので思うんですけど、やはり非常に難しい。で、ちょっと、見たことある方もいらっしゃるかもしれないですが、ドーピング検査の状況を、こんな感じでドーピング検査をしますよって、ソウル起きた TCO が立ち上がりますよくやってるやつなんですけど、検体がアスリートの体から直接出ていることを TCO が確認できるよう、上着の袋を伸ばして振り上げ、ズボンなどは TCO の指示に従って、しっかり下げましょう。体をこちらに向けてください。いろいろ要素があって誤解があるんですよ。一応検査の時は同性の同じ性別の検査員さんがつくの、女性の時に男性がつくとかそういったことはない。必ずアスリートと同性の DCO が立ち会います。結構エグいです。ちなみに私の知り合いでこの DCO のアルバイトをした人っていうのがいて、結構いいギャラになるそうです。結構そうですね。で必ず2人で行くんですってね。2人で行く、そうすると朝の7時とかにいきなりピンポンとかで行ったりするので、こうかなりの勢いで暇な人じゃないとその DCO ができないらしいんですよ。だからなかなか大変だって言ってました。そうです、本当に。それとやっぱ例えばさっきの採尿カップを DCO が触ったりすると、その時に薬入れられたとかって言われる可能性があるので、非常に、2人でついて片方がやってないことをちゃんと証明、互いに証明ができる状況、1対1だと証明ができないので、そういう状況を作ったりであったりとか、さっきの尿のカップをすり替えるっていうのはないんですけど、意図があるようにして不自然にこぼすことを繰り返すであったりとか、そういったことがさっき のルールの変化、取り違えというか、そういうことで失格になるかもしれないというような形の話ですね。あれ、マーク・タイソンが、はい、なんか模造
ますね、そういう話が。それも後でちょっと全部いろんなすり抜け方まとめてお話ししますもういろいろ面白い部分なんで結構いろんな話が出てきますよね。そうでやっぱりそれが見つからないようにこうちゃんと全部下までやって体から出てるようにっていう話になって、あとは抜き打ち検査の話とかもね、おっしゃられたようにやっぱり突然、まあ、検査に関しては2種類あって試合会場で肩叩かれてやる検査と、あとは本当に家に押しかけてきて抜き打ち検査をする場合の、まあ、基本2種類がある。でどんな選手でも抜き打ち検査するっていうことではなくて、その抜き打ち検査になるにはある程度の基準になった、抜き打ち検査に該当しますよっていうふうな基準があって、それになった選手に関してはあなたは抜き打ち検査の対象になったんで、あの3ヶ月先までの予定を全部入れてください、教えてくださいっていう形でインターネット上で登録されするっていう形で、ね、で一応変更とかもできるんですけど、基本的には3ヶ月先までで1日の中で1時間この時間だったら確実にここにいるので、あのそこで来てくださいやることが多いです。私の知り合いのスポーツ選手、まあ、これの該当してた選手なんかいつも夜最後の時間11時から10時から11時の時間に自宅にっていう形にすると、まあ、その時間に家に帰ることっていうのはそんなに難しくないの で夜のなんかお付き合いとかそういうのがある時に関してはその日をずら時間をずらすみたいな形でやるっていう方が、で完全な抜き打ちも一応来るみたいですけど、やるメリットはないです。一応3回ここなかった場合に関して3回いなかった3回目の時に資格停止、2年間資格停止になってしまう、まあ、その検査から逃げてるんじゃないか、で今日本のアスリートだとかなりの何十人かが2回やっちゃっ てあと1回という人がいるみたいです。それもなんかちょっとニュースが出てました。基本国際クラスの選手がこれになります。国内の人たちに話したらこれで起きること、国内の代表戦ぐらいの選手だとあんまり起きることはない。プロ野球選手とかどうですか。プロ野球選手に関しては多分抜き打ち検査ないと思います。プロ野球は独自のルールでやっているので、日本アンチドーピング機構と同じあの禁止物質の規定をしているんですが、この実際のルールとか運用に関しては彼らは独自でやっています。それはプロ野球とあとは大相撲もそうですね。なんで分けるのかっていうところで、やっぱりその商業スポーツと、まあ、あの競技スポーツの違いみたいなものがあって、例えばあとは、まあ、商業スポーツ、プロ野球なんかだと本当に人数が限られているので協会だけでも管理できる。でまた何かトラブルがあった時、まあ、世界アンチドーピング機構のやつとかだと、まあ、意図してないものでもう4年間資格停止とかってなると、まあ、やっぱりいろいろ団体として難しいところが出てくることがあるので、その処罰のルールとかに関しても罰金で済ませることができるとか、まあ、試合で何試合の出場停止とかそういう調整も一応できるっていう、まあ、その2つの理由じゃないかなというふうに考えています。大相撲なんかだと本当に、まあ、確かにドーピング検査やりますけど、もともともうみんな糖尿とかかなり薬がかなり多く使うことが考えられる世界なので、いちいち毎回申請を出していられないとか、まあ、そういったところもあるようです。で、一応分析の精度に関してなんですけど、一応一分子でも出たら資格という形でさっきお話をした通りになっていて、非常にそこの問題っていろいろ出てきてます。で、今どのぐらいの精度なのっていう形でよく聞かれるんですけど、この前ちょっと計算してみたら、東京ドームに目薬行ってきたらしたぐらいでも見つかっちゃうんですね。だから、まあ、ヒゲ並みの問題もそうなんですけど、一応ルール上ちょっとでも出たら失格っていう形になると、本当にじゃあ濃度どのぐらいからだろうっていう話ができないんですよ。でこれは大丈夫ですよって明確に言うこともできない、非常に難しいところで、これもどういうふうな経路で入ったのかという
証明に関してもかなり難しいので、いろんな問題が出てきている状況です。あとは試合のレベルですね。副ドーピング協会の方で言っているのは、どんな試合でもドーピング検査をやる可能性はありますという形で出ます。この試合は関係ないんで薬飲んでいいですよとは当然公式では言えないので、極論町の運動会でも小学校の運動会でもドーピング検査をやる可能性はありますという形の表現をしています。でも実際のところに関しては、日本一を決めるぐらいのレベルからというふうに言っています。日本アンチドーピング機構のホームページのところに、ここに事前申請が必要な競技大会、もし薬を使う場合例外使用のやつの申請が必要なのはここですよっていうふうなところがあるんで、ここを参照すると、やはりその国体の決勝戦だったり、やはり日本一を決めるぐらいのレベルの競技会が指定されていると。ここに書いてないものに関してはもう申請が必要ないっていうことになるので、実質ほとんど検査にはいかないという状況になります。東京マラソンみたいな、あれはどういうとこに入るんですか？東京マラソンはここ入ってます。なので、ドーピング検査ありまして、去年か一昨年、東京マラソンで資格になった方も海外の選手でいらっしゃるので、ドーピング検査はやってます。全員ですか？全員ではないです。あとは、高校野球なんかも一応入ってないんですけど、やろうかという話とか出てる状況ですね。やっぱりドーピング検査って松原社長なんかも言われた通り、やっぱり全員にやりたいところはやりたいんですけど、ドーピング検査ってこの費用が主催者の持ちになっちゃうんですね。なので主催者運営とか人件費だけでいっぱいいっぱいなので、補助金に関しては一応都道サッカー富士の都道から9割出るんですが、それでもかなりの持ち出しになってしまうというところがあって、でその検査に対するコストを下げつつ、やはりドーピングを禁止しますっていう最大の効果を出すっていうところになってくると、この、くじ引きっていう形になる。いろいろやり方はあるんですが、もうあらかじめ決勝戦で1位、3位、5位の人で決め、やることに決定とか、もしくはもう最初のエントリーの時点でもう誰にする、誰にするというかこの何番の人みたいな、いくつか振り分け方があるんですけど、結局誰でも当たる可能性があるよっていう状況を作っていくっていうのがやっぱり非常に重要になってくるわけですね。そうすることによって抑止力として動かす。でも誰にでも当たると言いつつ、実際のその数が少ないとかっていうものに関してはやはり効果を出さないものも非常にある。で、ここの基準って何だろうっていう話になるんですけど、基準ってないんですよ。お金があるところはやっぱり多くやりますし、お金がないところは少ない。なので水泳とか陸上とか、非常にある程度知名度もありつつお金が回ってくるところであれば、ドーピング検査は多分水泳と陸上だけで半分、日本のドーピング検査の半分以上やってると思う。で、あとは例えば、クローズドなんで言えますけど、アメリカンフットボールの X リーグとかあるじゃないですか。で、あれでドーピング検査をやるのはファイナルの試合だけなんですね。ファイナルの試合で、そのくじ引きで当たった人っていう形になってる。なので、実際そこで、表にはしてないんですけど、協会としてはドーピング検査をちゃんとやってますっていうふうにアピールはするんですけど、実際問題、その運営とのバランスとか、そういったものが非常に出てきて。ちなみに検査費用って1人いくらかかるんですか？十何万って言われてます。でも、どっちなのかがわかんないです。その、どっち？助成金が出た上での持ち出しで十何万なのか、個人、助成金なし、どっちか、100万か10万かという話ですよね、どちらにしろ。やはり人件費かなりかかるのと、あとは検査分析に関しては、それなりに時間とお金かかりますし、
裁判に関する費用とかそういったものもやはりそこら辺を考えるとっていう感じですね。明確な数字を出してもらえないんで、これもどっちかわかんないですけど十何万とは言われてます。請求書はジャダから来るんですか？本当やったお願いしたら請求書はジャダから、ジャダから来るんですか？どっかちょっと仲いい業界で見積もり書もらってみたいですいくらなんだ。やっぱりその分析もかなり東京ドームに目薬的ぐらいの精度で、しかも人間2人ついてで2人も結局人尿が出るまでの時間、また前準備の期間とかかなりの人件費かかってしまうので、一人10万円、1回あたり10万円でやるっていうのはかなり厳しそうな。個人が私の尿を測ってくださいって出すことはできるんですか？はい、それはできないです。いくつか理由があるんですけど、まず一番大きな理由としては、例えばロシアみたいに悪意を持ってドーピングをしている国とかありますよね。でその時に今自分が そういう人たち100人ぐらい集めて適当にいろんな新しい薬を飲ませてドーピング検査をしましたって言って、でこの薬は出ました、この薬は出ませんっていうふうな形で一律で分析をしてしまうとすり抜けが切っちゃうわけですよ、ね、だから今の検査分析ではこの薬は見つけられないとかこの隠し方ではわからないみたいなことができるようになってしまっているので、できるようになってしまうってことなんで、なのでその日本のドーピング検査やっている LSI メディアさんとか、あそこに関しては一般からの受託は一切しないっていう形になっている。なので結局尿としてやる形もあると思いますし、サプリメントとしてやる形、サプリメントに新しい物質を混ぜてこれドーピング検査できますかって言ってやるかどうかっていう話なんです。で日本アンチドーピング機構の公式の認証プログラム、サビエントの認証プログラム、それができる仕組みだから非常に問題になったわけです。だから やるなって言って止められて、まあ、それもいろいろちょっとこだわりしてまた募集かかりましたけど、結局あの仕組みっていうものは非常に危険なんじゃないかっていうふうな議論も指揮者の方では起きています。先ほどの漢方薬のやつもね、何点のダメ片っ端か選手飲ませて、はい、バン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 測ってみれば出るか出ないかが分かるわけじゃないですか。そうですね。それはできないところですね。そうですね。いや結局その基準値とかの明確化にもなってしまいます。実際なんか大学と連携して研究データとしてちょっとやってみたいのはあるんですけど、うん、なかなかできないようになってます。あとは一応尿検査で陽性って言われたらっていうので裁判みたいな形でまず出てくるわけですね。で再検査を要求っていうので分析の方が間違ってるんじゃないかっていう主張もできます。結局、まあ、日本だとあんまりやらないんですけど海外の選手はほぼ 100% 再分析を要求します。その分析書、まあ、日本であれば LSI メディアンスでの分析が間違ってた可能性に関して主張して、もしそれで通れば失格ではなくなるっていうふうに、まあ、実際同じ尿を同じ、まあ、2つの容器に分けてるんで、これで陽性になったら、これでクリーンになったっていう例はほぼほぼないって、私は知る限り一つもないので、分析者もかなりやっぱり ISO 基準でやってるんで、そこに関してはかなりの厳重注意をしているのでないと思います。でそれでもやっぱり出た場合に関してはなんでそれが入ったのか、悪意がないこととかそういったことを証明するという話になります。で、まあ、ここに関しては上まではもうドーピングの機構の話になってきて、で最後の JSR に関してはスポーツ仲裁機構の方ですね、まあ、ドーピングの相談もやりますし、オリンピックの選考基準なんかでもなんであの選手が選ばれたんだとかって不明瞭だったりした場合の裁判所みたいなところでトラブルの仲裁とかをやったりします。やっぱり基本的には悪魔の証明、自分がやってないことを証明するというのは非常に難しいので、かなりジェイサーでやっぱり大丈夫ってなることは、まあ、十分あるんですけど、まあ、上のところに関しては規律パネルに関してもそ
その体育協会の関係者だったりとか、ドーピング協会よりつながっている人が非常に多いので、やはりここまでで は難しいこともかなり多いです。であとは、サピメントの話題なんかですけど、2000年のかなり古い調査で 14.8% からステロイド薬、筋肉増強剤が出てきたという話があって、まあ、日本だと、まあ、それをもとに海外のサプリメントは禁止ですっていうふうに言っている状況になります。で、まあ、これ海外のサプリメントも危険っていう話に関しても、海外でももちろんまともに作ってる製品があるのと、やっぱりスポーツ裁判とかドーピングで悪意を持ってやってた人とか、まあ、そういった人たちがこういう背景があることを理解した上で、自分が入ったもの、自分の体に入ったものは海外製のサプリメントが原因だ、だから自分は悪くないみたいな主張する人たちが一時期すごい増えたわけですよね。今はほとんどない、だいぶ減りましたけど、海外のサプリメント、海外のサプリメントっていうふうに言えば自分に悪意がないっていう話になってしまう。なので結局日本での協会側のアナウンスとして、海外製のサプリメントは飲まないでくださいっていうアナウンスになっちゃったわけですよね。で、まあ、その流れで結局、まあ、日本ではよくわからないですけど、公式認証っていう形が出てきて、で、まあ、今流れようとしているのが第三者認証、ちゃんと別の人が確認している製品を使ってくださいっていう話になってきているわけです。結構海外のサプリメントなんかでも、今も私たちもいろいろ調べてますけど、結構出てくることは多いですね。筋肉増強剤も出ますし、抗菌剤なんかもかなり出てくる。でスポーツの目的だけじゃなくて、ダイエット系のサプリメントなんかだと興奮剤がかなり入っていたりすることがあって、興奮すると基礎代謝が上がるんで痩せやすくなるとか、今のブランディングだと、昔はエフェドラが15年前とかそのぐらいだとエフェドラとかかなり流行っていたんですが、やっぱりあれでかなり死者が出たので、アメリカで今エフェドラフリーのアナウンス、まあ、そっちのブランディングで売っていくみたいな、安全性を主張しつつ、まあ、効果ありますよみたいな形で売っていくことが多くなったんで、でも、まあ、その分そこでメチルヘキサンアミンとかっていうものが多く使われだしたっていう状況になってますね。ゼラニウムの油がゼラニウム入りみたいな。あとはちょっとあれですけど、スポーツ選手とかで、まあ、病院に行くときに気をつけてくださいって言ってるのが、検査の可能性がありますとかっていうのと、あとお薬手帳っていうのが結構病院にかかられた方は必ずほぼ持たされていると思うんですけど、そういったところに薬の記録のところにアレルギー歴とかも書くところがあるんで、そこに、まあ、自分ドーピング検査ありますっていう形で言う、あと保険証に貼るシールも薬剤、東京都薬剤師会に言うとくれるんで、保険証に私ドーピングの関係者です検査を受ける可能性がありますっていうふうに貼るシールとかも置いてあります。あとはもう処方箋なんかでも結局これをもらったときに、この後またちゃんと選手に選手自身で確認をするっていう作業が必要になるので、私がやってるのはチームのサポートとかをしているのは、もう検査のこれでは必ず先生のところに行ってね、先生にドーピング検査あること言ってねっていうと、あとは処方箋を必ず社名で LINE で送ってねっていう、それでもスポーツ選手ちょっと面白い方が多いので、一回処方箋に使っちゃいけない薬が出てきてて、なんでこうなったのって言ったら、先生に言うの忘れたみたいなので、おう散々言ったのみたいなのが結構あります。まあ、やっぱり先生に言っても出てくることもかなりあるので、やっぱり今サポートして数字をかけてるチームだと 5% 以上が出てきますね、薬で。あとは中国なんかでもよくある豚肉の話です。食事の混入とかがあるんですけど、中国とかメキシコとか、まあ、一部の国で豚肉を作ってる時に、まあ、なんか成長させたいから薬を盛るんですよ。で薬を盛ってビーンって大きくするんですけど、それに使う薬がクレンブテロールっていう薬なんですね。で、その薬って
熱でも分解しないんですよ。溶け出す温度が273度かなんかなんで、分解するんだったらもっと高い温度の、肉を調理する過程で270度とかだったらもう焦げてるんで、そういう風になることはない。で、ましてその東京ドームの分析精度 で調べると出てくるし、筋肉増強剤の扱いなんで、すごくやっぱり厳しい基準になるんですね。で、結構これに関しては警戒をされていて、2008年か、中国での世界卓球の時とかに、ドイツとしての国としての公式アナウンスで、中国に行ったら現地の豚肉は食べないでくださいというのを国としてアナウンスを出している状況で、これに関してもやはりかなりまだまだ日本でもありますし、そのクレンブテロールが入った肉に関しては検疫とかでもやっぱり中国で作ったソーセージとか検疫情報でやっぱり引っかかってるんですよね。やっぱりまだまだある。もしかしたらこれで本当に食事とかで意図しないものが出てくる、報道として出てくる可能性はまだまだ否定できない状況だと思います。クレンブテロール自体は禁止薬物なんですか？いわゆる税関で引っかかるっていう意味では一応規定されています。日本国内で食べている分に関しては基本的にはそんなに問題はないはずなんですけど、やっぱり海外で食べるときに関しては非常に難しいものになりますね。で、毎回食べるときに分析もできないんですし、あとはちょっと分析の手法のやつですね。いろいろ、ただ濃度の問題だけ言えば見つけることができるんですけど、筋肉増強剤の男性ホルモンってもともと体の中にあるものなので、誰が測ってもというか、結局見つけることはできても、それもともと体の中にあるやつだって主張されたときに否定ができない状況が結構あったんですね。で、東北大かなんかの先生が開発されたんですけど、そのステロイド、男性ホルモンが天然か合成かを見分けることができれば、意図したドーピングかどうかが分かるじゃないか。ごく薄く出てたとしても、それがもともと体の中に存在しないものであれば、存在しないということが証明できれば、意図したものだとできますよねっていうので、でその原材料の違いを見る方法として、筋肉増強剤のステロイドホルモンの原料がもともと私たち自分の体の中にできるものって自分の体で作るので動物性のものなんですね。で、薬品で作るものって動物から作るっていうのはコスト的に合わないので、植物のステロールを化学誘導して、ステロールって似たような骨格を持つ形のものを化学的に加工をして筋肉増強剤と同じ形にするっていう作業をするんですね。だからそこの天然の植物性のものなのか動物性のものなのかを調べるのに、この放射性同位体、構造する炭素の放射性同位体比率を測ることによって、植物性だったらどこの原産地まで分かる状況になりますので、そういった分析方法を作った方がいらっしゃいます。で、じゃあもともと動物性のものとかであればどうなんだろうっていうので、今度エリスロポエチンっていうのが、これが見つけにくかったのは、その植物性じゃないので放射性同位体比率を見ても分かんないんですよね。なのでここの違いを見つけることはすごい難しかったんですけど、これに関してはいくつかのやり方があって、一つはそのもともとそのエリスロポエチンという薬が開発されたときに、製薬会社としてこれ絶対ドーピングで使うじゃんっていうことを考え、もうその時点でドーピングで使われる可能性をもう見抜いていたので、その医薬品として売り出すときにこのエリスロポエチンですよっていうなんかかけらを、印をこの注射の中に混ぜたんですね、薬の中に。なのでもう科学的にそのエリスロポエチンしか、そのメーカーさんの作ったエリスロポエチンしか入っていない、なんか物質を
それを分析することによって見つけることができるみたいな手法がまず一つ開発されました。でドーピング検査に関してもその分析の手法の中で全部を分析するっていったときに、なんか新しい何かを見つけるっていうのはかなり難しいんですよね。基本的にどんな成分が含まれているかとかっていうのは元素レベルとかでは分析ができるんですけど、化学物質として調べるときに基本的にはそのモデルとなる化学物質があって、それと同じものが入っているかどうかを調べるっていうやり方になるわけですよね。あの分析でこのなんかピッなんか波を波形で合うかどうかを確認をして、あの標準物質の波形とその成分に含まれて製品に含まれている波形の中で一致するものがあるかないかを確認するんですけど、でも新しく出てきたよくわからない波形に対してこれが何なのかっていうのはやっぱりその基準となるものがないと見つけにくいっていうのがある。なのでやはり分析ってすごい後で調べればいいじゃんっていうのは難しいですし、逆にそのエリスロポイティンに入っているマーカーって何だろうっていうのを調べるのも非常に難しいんですね。であとはこれ以外にも自己血輸血の話もそうなんですけど、他でもう一個やってるやり方が定期的に血液検査をして中身を抜いていくっていうこと、一年中なんか基本的になんか人間も赤血球とか例えば尿酸値とか血圧とかなんとなく標準値って決まってるわけで、それから大きく外れた場合に関して何かやってるんじゃないのみたいな、そういったことをやるっていうことで、1回だけだと、で1回だけずれてるとかだと、例えばトレーニングした後でいっぱい汗かいて血液が濃い状態とかだったら当然検査値異常になりますし、なのでそこを平均化して常に追っかけてやっていくっていう分析手法になっていて、あとはドーピングのノウハウ的な部分なんですけど、結局禁止物質14のセクションに分かれていろいろあるんですけど、まあ、誰もがあの筋肉増強剤を使うではないですし、筋肉増強剤なんかでも使い方とかがあるんですね。さっきの男性ホルモンばっかり入れると副作用が、女性化の副作用が出やすいので女性化にするところを抑える薬を併用して使うであったりとか、男性ホルモンについても1つの成分だけじゃなくて2つ3つの異なった成分を重ねて使うことによっての筋肉をつけやすい状態にしたりとか、であとは薬の使い方、筋肉増強剤の使い方に関してもずっと使ってると当然バレてしまうし、やっぱり基本的にはそのトレーニング期間に行って、まあ、使うっていうのが一番合理的で、筋肉増強剤打っても別に筋肉がつくっていうわけではないので、あれはトレーニングした後の筋肉のつき方をより良くするっていう作用があるので、筋肉を増やすんだったら増やすっていう作業をしなきゃいけないですし、やはり例えば野球とかサッカーとかあんまり筋肉増強剤使わないんですけど、ですね、そういうなんか調整みたいなのがあるで、例えば、体操とかあるじゃないですか。体操の選手に聞いたんですけど、体操選手は絶対ドーピングしないって言ってたんですね。でなんでかっていうと興奮状態になっても嫌だし、筋肉増強剤をもし使うってなった時に筋肉増強剤を使うと昨日よりも、まあ、今日よりも明日の方もどんどん筋肉がついてしまうんで感覚が狂う。こういう釣り輪とかだったらまかない筋肉ですけど、床であったりとか跳馬とか本当に体をひねるタイミングとかが昨日と今日で違うとそれだけで大怪我をする可能性がある。だから体操に関してそういう感覚的なものに関しては筋肉増強剤とか興奮剤使うのは非常に怖いって言っていて、実際体操選手でドーピングで失格になるとほとんど効かないんですよ。そういったの、その代わりウェイトリフティングとかボディービルみたいなのはステロイドガンガン使いますし、使いますというか使う人もいます。これもやっぱりその試合の日から逆算をして試合の日にドーピングの筋成分が出ないように前もって
トレーニング期間、薬を使う期間を決めて、その後それが維持されつつ薬を抜く期間を用意して、で試合に入るとかであります。ね、例えばあとは砲丸投げとかもそうなんですけど、そういう筋肉系の競技ってやっぱり昔はすごいやられてたっていうのが、オリンピックなんかでも世界記録ありますよね。世界記録で1980年代の記録で破られてないもの。世界記録、破れない世界記録ってやっぱりいっぱいあるんですけど、それの多くがパワー系の競技なんですね。薬をやっていて、当時その薬をもりもり使っていた。でも、まあ、分析の技術とかが上がってできなくしてきた、使えなくなっちゃったっていった時に記録がガタンと落ちたもので、砲丸投げとか自分の靴とかなんかそういう他のサポートのあるものではないので、そういうものに関しては露骨になっているという状況ですね。まあ、マラソンなんかだと本当に筋肉ついてもただのお荷物なんで、赤血球を増やすことだけ考えますし、で自転車で、なんで自転車がやっぱり世界で一番ドーピングやる方が多いんですけど、なんで多いのかっていうのとなると、勝った時のメリットが大きいというのはもちろんすごいあるんですけど、自転車って、まあ、1日200キロとかを走って山を越えたりして、で最後に最高速時速60キロから100キロぐらいでゴールするんですけど、その最大筋力と持久力両方問われる競技なんですね。そこのバランスとかを薬を使ってうまくやるっていうのが非常に多くなってます。であとはさっき言ったドーピングの切り抜け方の話ですね。でやっぱり尿のすり替えもいくつかやり方があって、昔はあんまりちゃんと下ろしてなかったんですよ。でやっぱりそこですり替えることが非常に多く、まあ、普通にそのレベルだったらすり替えができる。で問題になって、じゃあちょっと下ろすようにしましょうって言って、で脇になんかビニールバッグを入れて、そこに尿を入れてチューブをこうやってここまで通して、でまあ指の先までチューブを入れて、でこうやって下から出して、ここで最後脇をギュッて潰してやると、さも出てるかのように、自分から出てるかのようにして薬きれいな尿を出せるみたいなやり方をしたりすることがあって、やっぱり腕もまくってくださいって全部言われるようになってますね。で女性の場合、女性とか、まあ、男性もそうですけど、他にやっていたのが肛門の中にコンドームを入れて、でそこに尿を入れる、でそこから、まあ、下を通して、さもここから出てるかのように、まあ、上半身がダメでそこも見えないのであれば、そういうふうにやるみたいなやり方であったりとか、かなりいろいろ創意工夫をされて尿が出てるように見せていたようで、やはり今のその完全にさっきの動画みたいな形でやるともうそれはできないので、実際そっちでのすり替えが起きてるっていう話は今ほとんど聞かないですね。その代わりやったのがこのロシアの問題ですよね。であとはこっちカヌーの話、今人のやつに薬を持ったっていう話ですね。でこれすごいいろいろ問題になっているのが、まあ、スパイクって言うんですけど、人の飲み物とか食べ物にドーピングの禁止薬を混ぜるなので、証明がまずできないんですよ。基本的にこれに関してはドーピング協会とか、まあ、選手に対して教育をする時点で、公園とか何かしらで飲み物を飲むときに、もうなんか飲み物をいただくときって開けてくださるじゃないですか。で、ああいったものに関してはもう絶対口をつけてはいけないとか、公園もペットボトルじゃなくて水差しが置いてある場合とかに関しては、その水を飲むと選手にかなり怒られるそうなんですね。気をつけてください、自分で証明できないものに関しては気をつけてください。じゃあそこでやられたとしても、その時のペットボトルの水を分析結果出るのって、ドーピング検査当たって出るのって 1ヶ月後なので、1ヶ月間全部保存しておくかっていうのも現実的ではないですし、まして食事に関しても全ての料理の全てのかけらを1ヶ月間ずっと冷凍保存しておくとかっていうのは現実的ではないので、できないですね。だからすごいトラブルになったわけです。日本でそんなことして、じゃあ今後の対応どうしようみたいな話になって、いや選手が見えるように、まあ、なんか関心つけますとか、
警備員つけてドリンクの場所を確認しますとか言いますけど、結局そこの対応ってすごく難しい。マラソンなんかだともうスペシャルドリンクを定期的に置くわけじゃないです。自分の目の離さない場所スペシャルドリンク抱えて走るわけにもいかないですし、ずっと警備員がどれか誰のかなんて把握していない状況でそれをするとかも不可能なんで、結局あの問題対応は難しいわけで、入れられたことも言えないですし、まあ、入れられたっていう主張はすることもできるんですけど、カヌー協会の場合なんかでもかなり、まあ、あれはもうもともとやられたっていうことがほぼほぼ、まあ、みんなが案に分かっていて、でそれで協会の方でもう全員集めて、まあ、やった子を集めて全員でこうドーピングがいかに悪いことかみたいな話をずっと続けてあぶり出したみたいなんですけど、なんかそういう状況になってた。なので非常に難しいです。で今回も先に行きましょう。今回のあのピョンチャンオリンピックで日本人の選手がから出たやつ、アセドゾラミドっていう利尿薬なんですけど、まあ、利尿薬であったりとか緑内障、目の圧力が上がってしまう病気であったりとか、あとは PMS、女性の生理前のトラブルであったりとか、あとは高山病とかで使うんですけど、基本どれでもあんまり薬としてはメジャーで使う薬ではないんですね。なので治療目的では使わないですし、普通に手に入るということになっています。あと1月29日に日本で検査をしているのに出てなくて、現地入りして翌日に、まあ、当日の検査で出たみたいな話とか。でその間やっぱり、まあ、これ24時間以内に体から消えるんで、ほぼほぼいくらその分析精度が高いといってもそれで見つかるレベルではないと思いますし、やっぱ現地で盛られた可能性はやっぱり高いのかなとは思いますけど、でも現地で盛るって言っても狙って盛るとかっていうのはやっぱりかなり難しいですし、ここら辺も非常に分かんないところになってます。なので結局これも証明ができないのでかなりトラブルになると思います。今後あとはメルドニウム、シャラポワさんのやつですね、持久力高めたりとか、心臓の糖代謝、糖を使って砂糖みたいなのを使ってやる活動するところを止める薬ですね。糖を使わなくなって脂肪を使うようになるんで持久力が高まるみたいな作用があるみたいで、これも日本でも薬として大豊薬品さんが心臓病の薬として使おうとしたんですけど、人体実験の途中でキャンセルになってしまったんですね。1999年に治験でステージ2かなんかで落ちちゃったやつなんで、やっぱり普通の使用量だと効果が出なかったみたいです。それを大量に使うと何か使えるっていうのは東欧の方で研究してやってたみたいですね。やっぱ同じようなトリメタジジンというのも、これもロシアでニュースに、ロシアのボブスレーじゃなくて何かって言ってましたけど、これもやっぱり日本でも医薬品としてあまり使われない、効果がそんなに高いものではないというものですね。かなり古い薬ですし、やっぱりそれを高濃度でスポーツで使うノウハウとかがやっぱりやる特殊なものであるのかなという気がして、であとはロシアのオリンピックですね。そっちの時はこういうなんかドーピング検査の時に検査室をもう穴を抜けてやるっていう話なんですけど、これも結構やっぱり話がよく分からなくてですね、結局まあなんか採取した尿を入れ物の蓋を開けて入れ替えて戻したとしても、ものすごい分析精度があればもともと絶対その容器に残ってる、完全に全部洗浄しても残るんで、それを見つけることって非常に難しいんじゃないかなって思って、いろんな話がごちゃ混ぜになっている状況です。で、これもですね、いろいろちょっと面白いロシアの状況に関しては皆さん興味ありつつ、スポーツ系の人すごい興味ありつつ、面白いのがあってですね、これもぜひお勧めしたいやつなんですけど、
所長さんだったんですけど、でネットフリックスでやってる番組なんですけど、もともとの企画としてドーピング検査ってザルじゃん。なのでこの人に対してドーピングをして試合で優勝して最後に私ドーピングしてましたよって言わせよっていう企画だったんですね。でその薬を使うところまで順調にやってたんですけど、途中でロシアに行ってやってやったりとかやったんですけど、ドーピングスキャンダルがあったじゃないですか、ロシアに。でその時にもう周りの人が殺されるとかになって、この人自身も命を狙われるっていう状況になって、番組が急に変わるんです。だからドーピング検査ですり抜けてやろうっていう番組から、ロシアがどんなことをしていたのかっていうのを完全なドキュメンタリーになっていて、ものすごいリアリティにあふれるとか、まあ、ここのさっきの方もアメリカのボールプログラムで保護されてるんで、リアルな話ですね。もしお時間あれば2時間ぐらいの番組なので、ロシアで何があったのかがものすごくリアリティでありつつ分かりやすく書かれているので、ネットフリックス1ヶ月だけなら無料なんで、ぜひ見ていただければと思います。ということで、まあ、今日ちょっとざっくりと2時間適当にお話をさせていただきました。あと最後に宣伝なんですけど、ドーピングに関するサプリメントのところでも対策の話で、今度3月末に私新宿でちょっと話をしますので、もし無料なんでご都合合う方いらっしゃれば、まあ、今日は概論のお話をしましたけど、個別の対策であったりとか、まあ、そういったところに関してもいろいろ説明させていただければと思うので、ご都合ありましたらぜひいらっしゃってください。ということで、ちょっと2時間約2時間私の方でお話をさせていただきました。